m o のインターフェースについて説明します m o には用途に合わせてペイント、セットアップ、レンダリングといったレイアウトが多数用意されており効率的に作業できるようになっていますモデルレイアウトを例にインターフェースを説明します画面左上部にはシーン内のモデルを作成編集するツールが並んでいます アイコンをクリックすると、そのツールがアクティブな状態になり、左下には数値入力など詳細な設定が行えるツールプロパティが表示されます。画面中央部には 3D のビューポートが表示されています。この中で、実際のモデルに対してビューポートの操作を行い、モデルの作成・編集を行います。ビューポートの操作は、3D のビューポート右上のアイコン、 移動、回転、ズームにカーソルを合わせてドラッグします。 左上のビュータイプではクリックによるメニューで上面や底面に切り替えることができ右隣のビューポートスタイルではワイヤーフレーム表示など さまざまな表示スタイルに切り替えることが可能です。画面の右側はシーン、モデル、材質、画像などを管理したり。設定する機能が整理集約されています。右上にはメッシュやシーン内のアイテムを管理するアイテムリスト。 材質を管理するシェーダーツリーなどをタブで切り替えることができます。アイテムを選択すると下部にそのプロパティが表示され、詳細な設定を行うことができます。これらは他のレイアウトに関しても基本的な配列は共通しています。レイアウトはタブ以外にも Ctrl プラスタブキーによるレイアウトスイッチャーによる変更することもできます。 m o d のレイアウトはハードコーディングされていないので、自由にカスタマイズすることができます。パレットの枠の部分をドラッグすると、サイズを変更することができます。例えば、アイテムリストでは表示するパレットのサイズによって一番効率の良い表示スタイルに変化します。 パレットの左上の丸い部分を右クリックすると、コンテキストメニューが表示され、パレットの分割や切り離し、幅や高さの固定を行うことができます。パレットの右上の三角のマークをクリックすると、そのパレットに表示したいインターフェースを選択することができます。 オリジナルのレイアウトが完成したら、レイアウトメニュー、別名で保存により常にアクセスできるようになります。